シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は今週のドラマについて語っていきたいと思います。だいぶ本数が少なくなって、そうね、少しは楽でしたか。そうね、っていうか先週やっぱり出張シェフとシネマサロンの収録が続いたんで、ちょっと週末下手ってましたね。なるほど。一本も映画見れなかった週末だろうと。日曜日行こうと思ったんだけどね、やっぱりなかなか起きなかったね。じゃあ、まず木曜日からですけど、はい、スメルズライクグリーンスピリッだけですかね。何ですかそれは。この挑発男子のやつです。ああ、これがそのスメルズなんとかなの。そうですそうです。私はちょっともうドロップアウトしてしまいました。そうなんですね。じゃあ私も一応見たんでしょ。しますが、今週はでも一応見ればいいじゃん。見ました、今週は、先週この主人公のふとしが男の人に絡まれてるのを誠が助けてくれて、でなんかちょっとそこから友達なんですけど、まあ助けたってなった後に、その時にこのふとしが自分が持ってたお母さんから借りてたリップ口紅を落としちゃったんですけど、それを誠が拾うんですね。で実は彼もなんかちょっと興味があって、屋上でこうやってちょっとつけて見てるのをふとしに見られ、わ、何やってるのみたいな感じで、なんかそこから突然というか、いきなりおねえ言葉になり、ふとしくん、誠が、どっちが、ふとしくんがでしょ。いや、誠がでしょ。え、誠も2人がなんかゲー友達みたいな雰囲気になって、ちょっと見てみようかな。面白そうちょっと面白い、なんか、そう、なんか2人がなんて言うんだって、スメルズライクグリーンスピリット。それ英語で書いてあるの。カタカナか、これ何、漫画、もともとはコミック、コミックじゃないかな、こういう BL コミックすごいたくさんありますから、なんかこの2人がそんなこと、女言葉だけどね、そのゲートレンズみたいな感じで、もうなんとかですよみたいなこともキャッキャッキャッキャ言ってるのが、まあなんか面白い、こういう展開なんだって、ね、そうなんだ、ちょっと見てみたくなった、そんなところでした。これだって民放でやってないでしょ。 MBS です。何だから TBS の深夜でやってんじゃない。 TBS の深夜でやってんの、これ MBS だからやってるのか。いや、やってないでしょ、これ MBS でしょ、 TBS じゃなくて。いや、そうですけど、いや、やってないと思う。俺だってチェックしてないもん、出てこないもん。 TVer だけってこと。 TVer だけじゃない。まあ、あの関西ローカルと TVer だけ。関西ローカルと TVer だと思うな、多分。やってんのこれ、 TBS やってる。これ毎日放送ってやってだから MBS でしょ。やってないかな。じゃあ次、金曜日、錦糸町パラダイス渋谷から1本、最終回いかがでしたか。まあ結局印象は最初から最後まであんま変わんなかったね。まあなんかやっぱりこう、まあ、青春の1ページを終えて、まあ少しずつ新しい旅立ちへということで、やっぱり愛席がテーマだろうと思うんだよね。でその錦糸町っていうのは何なのって、その何ドキュメンタリー、映画内ドキュメンタリーで語らして、その自分にとって錦糸町がどういう街だったのか、つまりイコール自分のその若年時代を過ごしたその時間タイムをどうこう自分の中で消化して、その新しい街へ向かうのかっていうことだと思うんだよね。だからあの山岸美香ちゃんも久しぶりにね登場したよね。登場したよね、はいはい、誰ですか山岸美香って。誰だってあなたははいはいって言ったやん。出てたのはなんか出てたと思う。山岸美香って役名だよ。山岸美香は誰が、あのあれでしょ、体型のフィリピン系だっけ。そうそう、まあ、いずれにしてもその東南アジアから来てた人でしょ。あ、来てたんじゃない、生まれも育ちも日本なのに、お母さんが一応不法移民ということにされて国へ帰らざるを得なくなった子が最後登場したじゃない、あれもだからその愛席というテーマの一括りの中の一つだよね、という意味ではあれだよね、そこをすごくキャッチした人には良かったかもしれないよね。でもあまりにも登場人物が多すぎて、やっぱり僕は未消化な感じを受けたかな。悪くはないと思うんだよね、ちゃんとその愛席の念は受け取れるとは思うんだけど、まあいかんせんちょっとやっぱり
登場人物多かったかな、うんうん、と思いました、はい、でも悪くはないよね、うん、いいドラマだと思いました。ピッチーさんも同じ感じですか？そうですね、でもなんか最初に期待したの感じとは全然違いましたね。なんかこの3人のキャストが錦糸町でちょっと面白おかしくいろいろまさに9号と同じ感触感になってしまったね、うん、ちょっとそう、うん、でも好きな方がいるんでしょうね。まあ、これを受け止めた方はね、うん、多分いいと思うんだ、ね、じゃあ土曜日広報務警視庁身元不明に相談室最終回でしたね、うん、まあこれも旅立ちで終わりってことで、大島優子さん演じる月本がその NGO 法人だかなんだかでそトークショーかな、うん、なんかに旅立つというね、うん、うん、いうことでしたね。で、戸次さんの事件も一応解決して、うんうん、で、阿部亮平君演じる手島もミスったのが終わって、で、まあこれもワンステージを終えるってことですよね、うんうん、あれ、身元不明人相談室はなくなるんだっけ？なくなる、なくなることはないんだね、うんうん、小柴さんはやっぱり今見ている事件はその周りで起きているがすごい魅力的ですね。もうゴーホームと打って変わって魅力的だと思います。うん、ちょっとやっぱりこの小柴風花はやっぱりなもったいないと思うんだよな。一貫してそれでした、ね、うん、だから僕はどうしてもこのドラマ、ドラマ的にも中途半端だし、小芝風花のティピカルなその役割分担がちょっと見てて、うん、小芝風花さんが魅力的に見えないのが残念かなと思います、まあ、なんかネットにも一番儲けたのは大島優子って書いてありましたね。まさにそういうドラマだとは思いました。 うまいこと言うよね、でもネットの人たち。じゃあ次、あ、一応マルフィのミツコも最終回なんで見ました、うん、意外な人がラスボスだったんでちょっと驚きました、うん、ありきりさん、あ、見たんだね。あ、俺も最終回なんでちょっと一応見てみようと思って、うん、あ、そうか、この人このぐらい重い役職やるんだと思ってね、うん、そういう意味では、うんうん、ちょっと驚きましたね。そこに出てこないんでしょ？ないですね、うん、わざと隠してんだよきっと、ラスボスだから。うん、うん、実はだから会長の息子だったんだよね。そうだね、うん、小柳ルミ子さん演じる会長の息子だった、うん、だから自分が社長になるべきだとずっと思っていて、うん、その爪を研いで、隠してたわけだよね。なるほど、うん、本当だ。で、別にありきりの石井さんだ、ありきりの石井っていうキャスティングは結構良かったんじゃないかな、うんうん、あ、そんな重い役やるんだっていうのが、うん、割と印象ですね。まあそこが肝だったんですよね、うん、だからキャスティングもうまかった。もっとなんかすげえ大物だと、あ、きっとこの人だなって分かっちゃうけど、うん、実にこう絶妙な、うん、ありきりって知ってる？え、あの芸人です。あ、知ってるんや、あ、そうか、それはダブルもんね、うん、まだ生まれてないと思っちゃった。いやいや、何をおっしゃいますか。こんな重い役やるの久しぶりじゃないのかな、だって、うん、最終回でした、うん、はい、なかなか最終回だけ面白かったですね、はい、で、日曜日が、お市不思議語り、これ、竹内さんだけですけど、何？お市不思議語り、あー、見た見た、なんか私の体の中には姉がいるんですは？みたいな人がやってきてね。じゃあちょっと私が一緒に住んで探ってみましょうって、お市がまた余計にこうシャシャリ出てきて、その言ってきた彼の、うん、大棚のね、まあ親父さんがまだ生きててうるさいんだけど、若旦那の元に行ってその真相を探るの前編ですね。後編はだから来週っていうか今度の日曜、うん、まあそんなに面白くないけど普通に見てられる。時間的にはこれ見やすい。そうそう、光る君を僕6時から見るんで、うんうん、なんか高島正弘さん演じる千五郎の過去とかも出てきて、うん、なんかやっぱり終幕に向かってる感じですね。じゃあ次、光る君へ。光る君へはね、最後ファーストサマーウィーカー演じる清少納言がやってきて、うん、
呼びました。ぶつかりそうだね、怖かったです。予告編見てると面白そうだったね、みんなね。読みましたって言って、でその感想はって聞こうと思ってたらそこで終わっちゃった。それはそういうもんでしょうね、ドラマだからすごい怖い顔してる。あとやっぱり娘との関係はますます悪化っていうね、何しに帰ってきたのみたいなこと言われてね、はい、ただ自慢しに来ただけなのみたいな自慢してたもんね。自慢してたのはそれはちょっとオーバーに自慢しすぎてたよね、あれは周りドン引きだよね。ドン引き。でも酔っ払ってるからどんどん言っちゃったんだ。あとやっぱり普段のストレスが溜まってるから誰かにそういうのを聞いてほしかったんだよ、あと次の道具争いが顕在化してますね。そうだね、もう次の道具様だ。でも次の予告編見てあれが捕まる、コレチカがバレちゃうね、あの呪詛してたのが。となるともう決着ついちゃうね。それいやだからそれどう処分するかだよね、まあ、知ってるけど読んだからもう、まあでも面白いですよね、すごく、ね、うまくやっぱりその何、こうちゃんとこう何、あのなんていう、言われている喧伝されてきたことと、その脚色してることが、うまくやっぱり溶け込まって、ね、ね、しかもなんかこの間ネットで読んだんだけど、大石静香先生はこの話全く知らなかったんだってね。今回勉強されたってことですか。え、道長って誰みたいな感じだったらしいよ、だからすごいよね、すごいよね、だからでもその概要を聞くだけで多分どんどん思いつくんでしょうね。まあというか題材はいっぱいあるから ね、こんだけネタあるわ、書けるわみたいになる、なるでしょうね。しかも書いてれば書いてるほど面白いしね、まさしく紫式部みたいじゃないですか、次から次に思い浮かぶ、まだ終わっておりませんみたいな。大石先生だけが書いてんじゃなくて、そう降ってくる何かが書かせてるのもあると思うのよ、そうでしょう、その登場人物はこう動かざるを得ないみたいな、きっとそれが楽しいんじゃないかな、辛いけど、それがなんかそのドラマを見てると端々に感じるよね。感じますね、うん、もうノリに乗って書いてる。なんか泉式部も面白かったよね、なんかね、あ、酔っ払ってんじゃなくて何してんだあれは、いやしかもキャストがね、新キャストがどんどん出てくるんじゃん、みんな死んでどんどん退場して、でいよいよその伊藤健太郎さんがね、今週から出てきて、ネットは結構賛否両論みたいな。なんかほら事務所お辞めになったみたいで、それどうよっていう、せっかくね、あの問題起こしてから支えてくれたのにてな。まあでも裏に何があるかは当事者じゃないよね、当事者じゃないか分かんないですよ。ただ世の中の見え方はなんか世話になった人を裏切ってんのみたいに見えちゃうじゃん。まああと NHK に大河ドラマに出てくるってことに対して、あの人が出るのにはいいのかと、いやちょっとやっぱりこうなんか抵抗があるって人が結構いるみたい。まああの本当はどうだったか分かんないけど、一応世の中的には見捨てて逃げようとした人だからね、事故を起こして、それはやっぱそう思う人もいるよね。でも実際どうだったのかは分かんないからね、当事者じゃないと分かんないですよ。まあ一応そういう体にはなってるけど、でもあんまり類推でいっぱいコメントしちゃうと所詮一言ですからみたいになっちゃうからいやでも類推で一応ほらあの断定してないからね、いや本当に実際何があったのなんか分かんないもん、僕なのに、ね、誰しもそうやって発信しちゃうと、それはちょっと、まあ、情報開示請求の今のネット配達証明が来ますよ、そのうち。なんかあと逆恨みされて、俺もいつ殺されるか分かんないよ ね後ろから何ですか、お前なんか死んでしまえとか言って、お前の声はの方には届かない、お前の顔見るとムカつくんだじゃあ見るなよって思うんだけどね、あの木曜日にその辺で立ってて影からバッとスッともうクラウドの世界ですね、怖いな、マキクラウドってぐらいでね、いやそれはないな、はい、ということで面白いですね、面白い。じゃあ次、団地の2人、今週はですね、はい、あの団地になんか誰か出てきたんでしょ、ゲスト団地に、あ、室さんか、いや室さんは先週、先週か、で今週はあの田辺桃子、前田大城夫妻が、田辺桃子、前田大城夫妻、それいくつぐらいの設定なの。いや、まあ30そこそこで、子供、そんな言ってんの、子供がいる設定です。30そこそこ、前田大城くんが34とかじゃないかな、ほんまでっか、多分そう見える。へえ、うん、まあ、もしくは20代後半かもしれないけど、どっちかっていうとそっちだと思うけどね。そうだね、そうだね
なんでいきなり30代にしちゃったの？20代後半。なんかね、子持ちの夫婦っていう感じで。いや、それ20代だっていっぱいあるでしょ。まあね、ちょっとまあ元ヤンみたいな感じだから、あ、まあ、確かに若いかもしれない。田辺桃子さんが元ヤンなの。元ヤンな感じ。まあでも面白い。でも どう見てもあの二人が30代ってことはないでしょ。子供何歳ぐらいなんですか？子供でももう3、4歳じゃなかったかな。ほんまでっかな。あ、ごめん、子供着目してなかったから記憶にないわ、うん、まあ、っていうかもともと記憶にないよね。で、杉本哲太さん演じる厚兄が、うん、あのここ安いからっつって紹介されて、うん、団地に来るわけ。そう、エレベーターなしの5階っつって、うん、あの田辺さんの、それでいくらなの、奥さんが、いや金額は出てなかったな、言ってないのか、残念だな、うん、ちょっと言うとどのぐらいのドラマなんだろうと思う、うん、で、あのもうゴミ出しとかを周りの人に文句言われたとかって、あの田辺さんが、桃子、桃子ちゃんがブツブツ言ってるっていう、うん、しょうがないだろう、我慢しろよ、あんたそうやって何もしないからいいのよみたいな、すごいわちゃわちゃ喧嘩してる、うん、でそしたらあのロトくじが2億円当たって、うん、でところがそれを誰が2億円当たったの、その田辺桃子、前田大城夫妻で、前田大城君の旦那さんが毎週買ってたんですよ。それが2億当たった、2億当たって、ね、当たったんだけど、うん、喧嘩してる時にむしゃくしゃってしてポイって、捨ててたんですよ。バカじゃないの。 それであの紙ゴミでね、うん、探しに行くんだ。でそれを資源回収者がもう回収した後で、あ、 でもなんだ、当たったってなんでわかんのっつったら、あの奥さんの誕生日をいつも買ってたんですって。あ、それで見たら当たってるってなって、でも捨ててるってなって、で団地中がそのゴミ資源回収者をあの探してっていうか、あの辺何号棟通ったわよっつったら、もうみんなで止めにかかるっていう、ね、ちょっと面白い、そう、ちょっと面白そうだ、そうで、あったっつって、あの まあ、それ止めてくれたのが、あのなんだっけ、ベンガルさん、ね、でベンガルさんがすごい小言を言ってたの、この夫婦に。ところがベンガルさんが止めてくれてね、で見つけ買ったんですよ。ところが番号が違って、1文字違ってたんです。そう、なんだよっつったら、あ、21日と12日を間違えたとか、前でも後ろか間違えて覚えてて、奥さんにこうひどく怒られる。そりゃそうだよ、でも探してる間に、だって自分の誕生日間違えられたんでしょ。そうそうそう、それは怒るわな。そうで、しかも2億円逃がしてるわけだ。バカじゃないの、もう本当に。でそのみんながこう手分けして探してる間に、皆さんに好きなものごちそうしますって言っちゃったからそう、あの一軒一軒謝って、歌詞を持って謝る。バカなんじゃないのでもそれで関係が深まってよかった、よかったってことなんだね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。なるほど、うん、でもちょっと面白かったですね。ちょっと面白いね、面白い、はい、これ脚本誰なんですか？脚本は待って、調べておりません。脚本俺もね、これは書いてないと思うんだよな、うん、まああのノンストレスで見れる面白い話でした、うん、まあ毎週毎週ゲストが出てくるんで、それ多分ね、来週塚本さんが割とフィーチャリングされてるっぽかったですね、うん、予告編では。脚本吉田のり子さん。吉田のり子ってどういう字書くの？吉田のり子はどういう字？あ、その吉田のり子、何書いてあるって、そこに書いてあるんじゃない、そこに、うん、ドクターこと診療所。ああ、でも、ね、メインじゃないね、多分、うん、協力メインじゃない。そうそう、花見月、花水木、あ、なぜそうそう花水木書いた人、あ、すいません、ありがとうございます、はい、まあ、面白く拝見しておきます。よろしければご覧になる時間ありますか？いや、あのそこはないことはないんだけどね、うん、いや、今週はあの安倍一二三、安倍詩兄弟が、うん、初耳学に出てた、そっちが見るそれ見るんだ。安倍兄弟ファンなの。ファンいっぱいあるね。いっぱいあるんですよ、推しなんですよ、うん、あれは箱推しじゃなくて、兄妹推しなんです。うん、じゃあ次、素晴らしきかな先生、これはいつ終わるんですか？結局次ですね。あ、そうするとじゃあできるわけだね、全8話で今7話なんで、来週はあれやるんだもんね、あの新ドラマニューですね。でその次の週がじゃあフェイバリットか。そうですね、うん、フェイバリットは一枠設けるの、それともこの枠内でやるの？ちょっと後々相談させていただきます。後々相談ですか？はい、わかりました。あの今週俺も見たんですけど、これ田口博正さんに茅島みずきちゃんが、うん、あの恐喝しちゃって、うん、あのこの録音があるから、
お金ちょっと出してくださいって、お前誰に向かって脅してんだこの野郎みたいになって、で逆切れされて、あのお母さんのスナックとかも保健所入れて営業停止にさせたりとか、もう大反撃されて、それであのもうお母さんの店も大変だからなんとかしてよとかって言って、それで謝りに行くんですよ、うん、誰が、田口さんのところに、茅島みずきちゃん、あ謝りに行くのね。そしたら、うん、まあ、脱げとかって言われてでやられかけるところに、うん、あの高橋さんの、あの勝則さんのお父さんが助けてくれます、ね、そうなんだ。でなんでそこにお父さんが来るの。あのもう呼ばれるの分かってるから、あの警官とかを手配してたの。呼ばれるのが、だから呼ばれるから絶対なんか、まあ、レイプまでのことするだろうと。茅島みずきさんが演じてる沢井さんが用意してたわけね、うんうんうん、まあ、あのあでこの人は警官なの。いや違うんです、あの社長さんなんだけど、うん、あの社長さんだからこの先生とお付き合いがあったんですよ。先生と、あ吉沢先生ね。そうそうそう、で、うん、あのキャバクラとかであの会ったりもしてたから、うん、実はうすうす分かってんだけど、うん、あの先生 あのリオ、ね、先生がいっぱいいて大変ですね。娘のリオ娘のリオ、生田さんの主演のリオがお父さんに頼むんですよ。なんかで、いやでもなちょっと先生だから無理だなとかってやってたんだけど、最後助けてくれる、うん、それで警官が踏み込んで、あのもう未成年者誘拐だとかって言って、まあ、しかもね、あの未成年者にレイプ未遂だから、うん、それで逮捕されて、それもニュースに流れちゃうから、もう終わりじゃん、政治生命。そうそうそう、もう政治生命終わりですこの人は。でもあのリオが妊娠してたじゃないですか、はいはいはい、それでどうしようかなと思うんだけど、まあ産むことを決断して、うん、この両親に報告するんですけど、うんうん、もう2人とも温かく、見守ってくれるっていうことでもう泣いちゃうっていう、うん、最初はびっくりするんだけど、これはさ、うん、ちゃんと担任なの、それともなんか臨時担任とか。いやあの正担任は笹岡理央なんですよ、うん、で副担がこの、いやいや分かった、うん、いやいやそれを聞きたかったんじゃなくてね、うんうんうん、誰かの代用教員とかそういう設定なのか。いやいやそうじゃないよね。そうじゃないことを今聞いたんだよと分かりました、うんということはやめるわけね。どうかな。だから学校的にはあるの。だから先生続けられるのかな、うん、無理だろうねっていうところで、あ、あの今終わってるわけ、ね、ましたね。じゃあまだ決断もしてないんだ。うん、まあだから普通だったら産休とかになるんじゃないですかね。なるんでしょうね。だけど学校的にほらその親がわからない子供とかだとどうなの、うん。いやそれを問うことはできないでしょ。できないの。うん、だって。その父親が誰か分かんないからあなたやめなさいっていうには言えないわけね。うわそれは逆に、まあ、昔だったらやめさせられそうだね。ハラスになっちゃうんじゃないですか。ハラスメントなんでしょ。産休なのね、うん、まあ大体別にその、うん、これはね私立なの。どうだっけ、多分私立だと思うね。でも私立なら、うん、もしかしたらやめさせられたりもするんじゃない。それはあり得るとは、うん、だから本人はもうやめなきゃなとちょっと半分思ってる。なるほどね。だけどあの小関裕太君のね、せいやは全然一応報告は受けてるけど認知するとかどうとかそういう話にはなってない、ね、一人で産むつもりなんでしょ、うん、そうです。戻るつもりはない。でこれが海の始まりになるんですかね。いやそうとは限らないよねだってまあこれちゃんと言ってるから話してるもんね、うん、そうそう知らないわけ。産方結婚とは違うね。しかもこいつクズなんでしょ、うん、もうその時点で違うじゃん。だって別れるって言った後に妊娠が分かっちゃった、うん。なんで俺が見てないのにこんな語ってんだろう。ありがとうございます、うん、なるほど。ちょっと来週どうなるかですよね。最終回ですね。じゃあ次さばいてやったら終わる。まだ最終回でした。お最終回もやっぱ顔出てくるの。いや全然出てきてますよもう。いやいやだから前に出てきたのは聞いたけど、うん、最終回も出てくるのかどうかを聞いた。出てきました、うん。なんで質問に答えないのかな、この人は。質問にただ、あ、いや最終回も出てますよ、でいいのに、うん、なんかその俺に勘に触る答えばっかりをするのはなぜなの。最終回も出てますよ、うん、そう言えばいいだけなんだ。最終回も出てますよ、うん、そう。あ、もう顔出たんや。新藤天音さん、うん、それは先週聞いたけど、ね、結局でも何も起こらず、えそのサバイトも何も起こらない、ね、何も起こらない。 でも今週は先週ほらあの
部屋に来たじゃないですか、はいはいはい、ウイズの部屋に。それで一緒に寝たんですけど、ベッドに、ベッドじゃない布団に、うん、でその時実は腕枕してたんですよ。どっちが、宇治がサバエの頭を支えて寝てたわけね。で今週だってお前腕枕してたろうとかって何かや考えてたんじゃねえのとか、知ってたんだ。それはサバエに言われるわけね。そうそうそう、全然覚えてないと思ってたのに実はサバエは気づいてたっていうぐらいしかなかった、まあ、でオルタがなんかほら告白するっていうのはどうなったの？いやもうなんかその辺はほぼほぼ吹っ飛んでんだ、描かれないですね。なんだそうなの、うん、三角関係にはならない、ならない。うん、これ続けるのかな、シーズン2。いやないでしょちょっと面白かった、うん、結局何も起こらなかった。なるほど。次火曜日、月曜日は何もないですよ。いやあるよ。何？え、だからスペシャルドラマはあったの？うん、大川と小川の休日捜査。それ何？え、あの単発でやってる第2弾。誰が出てるんですか？大川が、なんだっけ、あの孤独のグルメの松重さん、うん、で小川が、ガク君、うん、浜田ガク、浜田ガク、うん、面白そうじゃん。いや面白いよ、だから見た、うん、面白そうだから。刑事もの、刑事もの、うん、で大川はかつて名刑事だったんだけど、今やその卒業させられて、うん、刑務課だったかな、うん、にいるんだけど、うん、なぜかその犯罪の現場に出くわしてしまう、うん、で小川はいつもその大川と、大川になんか騙されて誘われて、うん、なんかその犯罪捜査を一緒に付き合わざるを得なくなる捜査一課の刑事だ、うん、で今回は大川がその刑務課の中で、なんだっけ、 警官も休みをちゃんと取ろうキャンペーンっていうのをやって、それの一環で小川刑事を連れて山梨県にキャンプしに行くのよ。でキャンプの先輩っていうか女性のキャンパーの、比嘉真奈美さんに、それはこうやってやんのよとか言って、じゃあまた何かあったら教えてくださいって言ったら、うん、その、比嘉真奈美さんがなんかお昼の用意したまんまいなくなっちゃって、夜になっても戻ってこないから、うん、これはやっぱり警察呼んだ方がいいんじゃないかってことになって、うん、で現地の警察を呼ぶのよ。だから現地の警察、うちは事件なんか起こんないんで、ちょっとあのお助け願いますかみたいな感じで、でなんかあの容疑者 あの質問とかも全部なんか立ち会わなきゃなんなくなって、大川刑事と、そう休みなのに、それで東京ではなんか刺殺事件があって、その班長の彼なんせ橋本潤がカリカリしてるわけ、うん、お前はどこにいた、すぐ来い、いや山梨なんて無理ですみたいな、なんでそんなとこにいるんだったら、大川警備に行って、あーすいません、なんかあれの一環で山梨のキャンプに来てますとか言って、そんなとこ連れてくなみたいな話になって、で実はその失踪事件と東京の刺殺事件がつながってくるっていう、そういう話でした。石井アンナちゃんとかも出てたの？石井アンナは後輩の刑事で、浜田岳が教育係してる。メンバーに加入ってなってる。だから加入して新人系、今説明したよね俺本当にもう。これは半期に1回ぐらいやってる。これはいや不正規っていう、不定期、不定期、うん、でもなんかデコボココンビって、ね、わざとやってるよ ね。でも俺だったら、うん、大川刑事を浜田学部にして、うん、小川刑事を松重さんにするけどね、うん、なんでこれ素直にやっちゃったんだろう。でもいいよね、この図柄だけでいいもんね、うん、だって松重さん191だったかな、うん、89か93かな、で浜田岳君は160、僕とほぼ変わんないよね、だから、うん、すごい差ですね。でも30センチぐらいの差があるよ、おやつ食べながら、うんうん、なかなか面白かったよ、うん、黒いバッグは持ってなかったですか？黒いバッグ持ってない、だって髪の毛白いじゃん、もうその時点で違うから、髪の毛はあの地の色でやってます、はい、うん、なかなか面白かったですよ、うん、あのちょっとご都合主義だ、うん、じゃあ火曜日、スノードロップの初恋、これご覧になりましたか？火曜日はね、あのなんか昼寝してしまってですね、うん、8時半から1時半まで寝てました、うん、あの聞いてるのはご覧になったかどうかを聞いてるんです、
ちょっとあの僕も佐藤さんと同じでなんか他の話をして聞いてることを答えない、聞いてることを答えないにしようってことにいかにイライラするかっていうのをねちょっとやってみたいなと思いまして。Tさんはご覧になったんですか？見ました。見ました、うん、いかがですか？まだちょっとっていうかもう話自体がね、うん、かなりこうファンタジーだからね。ファンタジー系2人とも苦手ですもん。まあでもドラマは容認できるんだよ、うん、これもし映画だったらもうあのもともと見ないけどね多分。ドラマはね、あとキャストが面白いじゃん。あと小野花梨ちゃんのなんかメイクがいつもと違うような気もする。それは役者ですから。いつも同じだったら大変ですよ。まあいつもと当てられてるキャラクターが違いますもん。 いつもってお前どこで見たんだよ。だからえいつも付き合ってんのか小野花梨さんと。いや難所ですよ。まずいっすよ。何がまずいっすよね。いつもってどのいつもなんだよ本当に。確かに役やるたびに変わってるよそりゃもちろん。どの役のどのいつもなんだよ本当に。うん、どうしてこう素人みたいなこと言うんだろうねこの人。本当にイメージがありますよね。そうあのでも予告で出てたわけわからんとかっていうのがあそこ面白かったやっぱり、うんうん、なんかあとまあ10月スタートだからクリスマス絡まってきますよね、うん、ドラマが。あなるほどね、うんうん、この間のあのなんだっけ一日をそうそうワンデーかあれを思い出しました。そうだね。死神はあのマカロニグラタンだっけ、うん、グラタンを食べたくて出てくるんだよね。ちょっと、うん、微妙だよこの10時でやるネタとしては。10時だのこれ、うん、11時じゃん。あ11時か、うん、これ一応11時だよ。11時でやるネタにしてもファンタジー30分ドラマだから、うん、いいんじゃない30分ドラマならね、うんうん、でもなんかいいかなみたいな感じが初回からプンプンと匂ってる。プンプンとじゃんふんふんふんとプンプンと怒ってるかバカなのか何怒ってんだよ。プンプンだよね。プンプンとでした。バカなのか。だからジジイ二人はダメなんだよ。T さんがいなきゃダメだね。シネマサロンアウトだね。次毒恋毒も過ぎれば恋と。これもご覧になってます。いやだから寝てました。うん、これはあの。うんなんだっけ TVer でもカバーできませんでした、うん、一応あの春とはちょっと活躍するんですよ。だから一緒にお風呂入ってたけどね、うん、もうだんだん取り込まれてますよ、うん、何者だかまだ分かんないでしょ。一応これがねちょっとどうかなと思うんです。司馬龍馬は春とは詐欺師ってもう分かってるわけですよ。ちょっと待って詐欺師って分かってるの？分かってる。なんであのなんか見かけたってっていうのをこれ風間幸太郎はちょっと小賀健さんのなんかだから何を見かけたんですか？あの裁判かなんかで見かけたんじゃないですかね。わかんないけど。ん？ちょっと何言ってるか。なんで気づいたんだっけ？写真に一緒に写ってたからでしょ？そうか。地面師たちで。そうか。うん。いやでもそれが写ってたからといって詐欺師かどうかまだわかんないん。だけど詐欺師といいのかなって言いつつあの契約してましたから。いやいやだからさどうしてその人が喋ってることに答えないのよ。だからまだ疑ってる段階って感じですよ、ね、でも本人はさ、うん、もう詐欺師と契約していいのかなとか言いながらそういうセリフがあるんだ。だから違う違うそれは誤認かもわかんないじゃんってことを言ってるわけよ、まあね、僕は、うんうん、ね誤認かもしれないですね。なのにもういや寂しいってずっと言うから誤認かもしれないよね、はいはい、いや寂しいだからいやいや何それは一体だからその弁護士としてどうなのとはちょっと思います、ね、だからまだ春人が何者か分かんないじゃん。でも契約していいのそれで、うん、いやいやそれはまた別の問題だけど、うん、でも春人が何者か分かんないじゃん、うんうん、まあ一応だから芝は作法論で言うと、うんもうあの詐欺師だと思ってるくせに契約してる時点でおかしいんじゃないかと。まあ、もしくはその疑いがあるのに契約するのはどうかな。でも知らなかったことにすればいいんじゃないの、うんまあそうです。まあもちろんただ本人に非がないようには契約条項は入れるんでしょうけどね、うんうんうん、まあでもちょっと優秀だなってのは分かってるからまあ裁判でも実際、まあ、これポイントは春人が何者かだよね、うん、もしかしたら分かんないそうじゃないかもしれない覆面捜査官かも分かんないもんね、うんうんうん、実はね、うん、
もうでもちょっと半分好きになりかかってるから、ね、どっちがどっちを龍馬が春と。なるほど、うん、どうかな今のところまだあの他にないんで見てもいいかなっていう感じですけど、 T さんはいかがですか。そんな感じで同じですね。そうだよ、なんか競合が現れたらもうそっちに持ってかれちゃうかもしれない、うん、それはそうかもしれない、うん、じゃあ次、3年 C 組を不倫してます、リコさんとも福田和人くん、面白かったこれ。いややっぱり高校生でこの不倫してますっていうタイトルにするのがどうかな。不倫ってさ、うん、結婚してないと不倫になんない、ね、なんないと思う。だけどこれはだから一応付き合ってるのに他のことを二股かけたりする。不倫なの。いやでも結婚するんじゃないんですか。あ、そうだ、ごめんごめん、そうだ、子供ができて結婚するとかってなってたわ、うん、だからなんか、うん、だから不倫を不倫なのか、じゃあ不倫ってなってるわ、うん、不倫なんじゃん。あとこの先生と生徒も不倫してます。また子育てさんこんなに役で出てんの。これなんかこれダメですよね、すごくすごくダメ、うんうん、なんかネットで誰かが言ってたけど、なんで世の中はその役者同士が不倫したりすると許せないのに、うん、ドラマの不倫ばっか出てくるものは喜んで見るんだっていう。ああ、うん、それちょっとそれは別物なんでしょうね。森かすみが出てるんだこれ。こんなに不倫のドラマが多いじゃないですか。なんでなの。ってことはみんな不倫しまくってるんでしょうね。いや世の中は不倫めちゃくちゃ多いってことでしょ。だから見つかった人を晒し者にしてるわけ。そうじゃない。いやそれもおかしくないだって、うん、まあとかそのほら旦那とセックスレスで不満抱えてんだけど、うん、不倫はやっぱできないってモヤモヤしてて羨ましい。それもあるんです。羨ましいかどうか分かんないけど、うん、羨ましい転じて嫉妬、うん、っていうこと、うん、まああるかもしれない。いろんな感情があるんじゃないですかね。だけど本当に不倫ものは多いです、ね、多いですね。なんかもう不倫ってあんま俺は見たくねえんだよな、うん、どうでもいいんで、うん、しかもその何3年 C 組、うん、いやいやいやそれ見たいかってなるとなるよね、うん、なんかそのタイトルがもう僕はちょっと最初から脱落かな、うんうん。リコちゃんもいよいよあれだね。これ一応ダブル主演？ダブル主演だ。リコちゃん主演なんだね、いよいよ。よかったですね。ちょっと森七菜に似てんだよな。あ、ちょっと似てる。前から思ってんだけどさ、森七菜に演技見てると似てるんだよ。それがちょっとだからどうなんだろうな。いや、悪いとかいいとかじゃなくて、なんかこう損なのかなっていう気はちょっとするよね。いや若いキャストもさ、若い俳優陣も同じ世代の人いっぱいいるから大変だよね、うん、やっぱりいい役オファーされたりするのってチャンスがね、うん、そう転がってくるってこともないじゃない、うん、だからテレビはやっぱりチャンスだと思うしね。ドラマは深夜でねドラマ主演して話題になる人とかいっぱいいるもんね今ね。なんかあれがテレ東史上一応一番すごかったらしいね。あれ今の松本まりかが出てた。あ、なんか友達もあの話してました。うん、みんな見てたみたいな。だからほらあれまた不倫違う、松本まりか不倫の、これも不倫のどうして西園寺が出てくるんだよしかもテレ東史上って言ってんの、ね、夫の家庭を壊すまで、うんうん、あれでも TVer でずっと上の方にだから、テレ東史上最大の、うん、すごいんだね、再生回数なんですよ。でもやっぱ好きなんですよ、まあ、好きなんだね、うん、好きな人が多い、うん、まあ、特に女性なんですかね、まあ、女性でしょうねやっぱりね、うん、だからやっぱりテレビドラマとしてやれざる企画せざるを得ない、だろうね、人気があるんだったらね、うん、絶対やりますよ、うん、それはだから次の秋ドラマだってさ、うん、不倫ものって山ほどあるんじゃないですか、ね、まあと思いますね、うんうん、じゃあ次、私の死体を探してください。これは TVer でカバーできませんでした。できませんでした。今週はどうなってたっけ。今週まさかのラスト、伊藤さんが常松ゆいちゃんを刺しましたよね。あ、そうだった。それは自然なんですか。大丈夫なの。なんかこの主人公の三島はちょっとヤバい男っていう描き方になってきてます。あ、ってことは伊藤さんをキャスティングしてミスリードしてるわけだ、うん、なんかあんまりそんなにほら悪い人に見えないもんね。なんか後半もなんかぶつくさめんどくさい女ばっかりだなとか言って、あ
やばい人なんだ。やばい人っぽく今はなってますね。なるほど、そうなんだ。あれ周りの別荘の周りのどっかに埋めちゃうのかね。ってことはでもあれですかね、うん、山口さやかさん演じる奥様も殺したのかなとか思って、うん、思います、ね、なるほど、うん、だからホームページも自分でアップしてたんじゃなかったっけ。あ、なんかほら評判を自分でさ、あの小説を書いてくださいっていう風に、うんうんうん、あの森林麻美が、うん、正隆さん、あなた小説を書いてくださいってブログに書いてあるんですけど、それを自分で書いてるんですよ。なるほど。で小説は自分で書いてて、で結局この3人はもともと知り合いだから、うん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 、で書けたからこれを出せとかっていうふうに神永に言うんだと思うんですよ。なるほど、うん、でもとなると実はね、あの麻美はもうやっぱり殺されてるのかもしれないみたいな、みたいな、とりあえず不利になってるみたいな、だけど実はやっぱり生きてたかもしれないし、うんうん、ちょっとわかんないですね、うん、でも笠原先生のお母さんがもうお金せびに来てて、そんなの払うわけねえだろうっていう、なんかもう家売りなさいよって感じね。そう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 、いや勝手に売れないから、この家は売らないから、はい、そっか。じゃあ刺された常松理さんはどうなるか、うん、え、死んだのでまだ分かんないでしょ。分かんない、うんうん、でもかなり返り血浴びてましたけど、うん、次、完璧ワイフによる完璧な復讐計画最終回、これは追っかけたんですか。これは TVer で見ました、ね、うん、最終回だったから、うん、ちょっとちゃんちゃんでしたね。っていうかまさか結婚して子供が生まれるとは思わなかった、うん、ちょっとびっくり、ねえもうだって好きになってたでしょこの柏木は。まあ柏木はそうであってもさ、絶対許さないからって言ってたのにね。ねえ、まあ、やっぱ一人で生きるのは寂しいからまあそんな感じですよ、うん、まあ幸せならいいですよなんかちゃんちゃんな終わりですごいなと思って、ね、ちょっと予想外の終わりだったんでびっくりした、うん、途中まで面白かったけど最後もうちょっとね物足りないですよね。いやそんなことないよ、うん、これが完璧なワイフの完璧な復讐計画の最後だったんだってことだよね。もう最後またドロッと死んでるのかなと全然サラサラしてました。サラサラでもシュートからしたら結構嫌ですよ。シュートからしたら相当完璧な復讐計画、うんうん、いい復讐だと思います。なるほど、うん、完璧な復讐ですね、うん、じゃあ次、アンターブルノスタルジックな休日は、これもう先週最終回だったんです。で、水曜日は高杉さん家のお弁当、小山慶一郎さん、なんかすごく変だったね、演技が。あれはああいうキャラクター造形なのかね、やっぱり、うん、なんかちょっと焼いてる2人、うん、焼いてる2人、ああ、焼いてる2人。でもあれは夫婦なんでしょ。なんですけど、こうなんかこの高杉っていうキャラがなんかちょっとああいう感じの、うん、そうなんだ、なんかホワホワしてる感じで、うん、そうなんだ、ご覧になってないですか。見たよじゃあ竹内さんのご意見は。なんかこれ見るならやっぱあっちの見た方がいいかな、うん、なんだっけ、あのなんだっけ、これなんだっけ、私の街の千葉くんはですか。いや、メンタル美女の再放送見てる方がいいかな。メンタル美女、うん、これどうなんですか、ね、意外とでもハンバーグに味噌の隠し味って言ったらちょっと意外だったけど、うん、名古屋ですからね。それが高杉家だ、うん、ってことは赤味噌ってことか。名古屋何でも味噌入れんねよいやでもさ、ご飯も入ってないで、きんぴらごぼうだけは内緒いくらなんでもそれは炭水化物はなんか人間に必要だと思うんだけど、どうかなみたいな。っていうか、きんぴらごぼう丼ならまだ分かるんだけどさ、そうそうそう、ご飯炊いとけばいいじゃんって話だよね、うん、ていうかご飯を下に敷いとけばいいだけなのにさ、なんできんぴらごぼうだけなの量すごいですよ、うん、ご飯入れないと。まあなんかちょっとあんま面白くはなかったかな、これ同じく、うん、面白くなかったです。次、ベイビーワルキューレエブリデイ、なんかやっぱりテレビはあんま面白くないね、うん、
ね、特にこ の, あの合宿編がつまんない。つまんない、ね。何も残んないですね。うん、一応人殺してたけどね。とかがそうだ。釜飯うまいうまいっつって食ったんだけど、骨がない。ちょっとやってくださいよ。いやいや、あんたがやるじゃん。この間あんたも言ってたよ。本田博ってやつ。骨がなくてもいいじゃんねと思う。いや違うよ、偽物だってことを言いたい。まあそうなんだけど、うん、いいじゃん別に美味しければ。いやいや、骨がなくてもいいんだけど、この弁当には骨があるんで、うん、なぜないんだってことでしょ、うん、またなんかあの正解じゃない方をつつき回してるのはなぜなの。そのどうでもいい方をつつき回すの。でも美味しい美味しいって食べてるからさ、うんうん、もういいじゃん別に骨ない方がいいじゃんってことです。違う、彼はなんとか屋の釜飯弁当が食いたかったんだよ、うん、でそれをないならないって言えばよかったのに、こういう姑息なことをやってからあれなんでしょ、怒ったんでしょ、うん、まあ大体このあれだよね、夏目が悪いんだよ、夏目が全て、うん、しかもあの松本さんを殺さなくちゃいけないのに、あんなすごいこう合宿する必要があるのかっていうのがよくわかんない。ただ殺しはいいだけなんで ね、うん、すごい反撃してくるのかな、あの松本さん。いやでもさ、その演技設定がもういらないじゃんだって。そんな合宿も兼ねたいんじゃないですか、ね、ここだけよくよくわかりません、まあ、やっぱりテレビのはあんまり面白くないね。特にこの合宿編はつまんなかったな、うん、なんかむしろ2人の日常でよかったんじゃないかと思うんだけど、うん、わちゃわちゃやってる、でその中に日常の殺しを入れてくるのが、うん、を見たかったかな、うんうん、なんか坂本さんのやつで合宿してるやつありませんでしたっけ。ああ、あるよ。 あれとちょっとまあ似てるっちゃ似てるよね、うん、だからそういう好きなんじゃない多分、うん、まあ、合宿が好きなんでしょうね。合宿であれどこだっけ場所、どこですか。ただあのそっちに行きたかっただけなんじゃないかな。好きなんでしょうね、こういう、うん、そうそう、意味のない合宿をするっていうのが坂本さんが好きなんだ。だって今の最新作だって意味もなく宮崎だったでしょ。だからもう要するに本人が行きたいんじゃないのかな。だからやっぱそういう方いらっしゃいますか。いるいるいる、うん、いや今度は宮崎でロケしたらいいよね、うん、まあいいでしょうね、やっぱり。だって食べ物も美味しいってたなって、うん、っていうかもう東京飽きたしみたいなさ。じゃあドラマは以上ですかね。で、まあ、連ドラがある。連ドラ、はい、レンドラは、虎に翼が、いやだからほら、レンドラがあるじゃん。あれ、うん、何、え、事件はその周りで起きている。それすいません、私が入れ忘れた、うん、さっきからそう言ってんじゃん。それって何曜日やったの。それ毎日やってるよ。毎日やってんの、うん、NHK? NHK。 へー、じゃあで、先週が再で先週言ったよ、うん、今週は再放送だけど、うん、来週は新編が始まります。なるほど。覚えてないよね。覚えてない。で、ずっと今日も言ってたのは、うん、小芝風花さんは、はいはい、今やっている事件はそのまま起きてるの方が魅力、うん、え、それは聞いたんだよね、うん、じゃあそれ俺再放送だけの話かと思ってた。あ、先週の僕が言ったことを全く覚えてないからね。覚えてないから。そうかそうか、うん、まあ、さこちゃんじゃしょうがないね。Tさんすいません、あの怒られるのやなんで。そうなんです、ね、すいません、私がそう言い忘れちゃった。これこの小芝さんはかなり魅力的。何時からやってんの。いや、10時45分よ。あ、10時45分。じゃあ結構被るのあるね。いや、今被んないのよ、全く。今はね、うん、だけどこれ何話ぐらいやるんですか。いや、もう今週で終わりだから。あ、じゃあ被んないか。先週4話、今週4話で終わり。なるほど。いや、キャストがなかなか面白いし、うん、面白いですよ、うん、北村ゆきやさんは NHK が気に入られたんだね。でもね、俺初めて北村ゆきやがお父さんに似てると思った、今回。あ、そう、うん、なんかあのイントネーションと声がなんかやっぱり結構お父さんにそっくりだ。北村何さんでしたっけ。北村なんだっけ。北村なんだっけ、あの文学座のね、名優北村なんだっけな。顔はここにあるんだけど、ね、顔はね、そういうのありますよね。北村和夫さん。北村和夫、うん、いやなんかやっぱお父さんにだんだん似てきてるような気がする。年取るとそうなんじゃないですか、うんうん。あと笠松翔がなかなか面白い、うん、あ、そう、この役でもやっぱ小芝風花は魅力的、うん、やっぱなんだっけ、そのホームムービーズだっけ、違うか、ゴホームと比べるとやっぱこの小芝さんの方がずっと魅力的ですね。
これ北村さん、和夫さんの眼鏡かけたらそっくりになるんだね。なるなる、うん、いやー、やっぱりだんだん似てきたよ、お父さん。若い頃はやっぱあんま似てなかったけどね、うん、だんだん似てきたね、やっぱりね、お父さんに。この2人で写ってる写真なんですよね、うんうん、いい俳優だったけどね、お父さんも。いい俳優でしたね、北村和夫、うん。でこれはやっぱりなかなか面白いですよ。で金曜日の夜中に再放送やるんで、うん、まあ、もしあれだったら見てください。あれ NHK なんとかで見られるんじゃない？あ、ね、NHK プラスで多分見られるような気がします、うん、で今週は僕はだからシーズン2の第1話と第3話を見ました。火曜日はあの昼寝してたんで見られない、うん、でなかなか面白いですよ、すごく。もう登場人物は5人だけなんで、もうやっぱコントですね、まあ、シットコムですね、だから、うん。でなかなか蛙亭の彼がいい仕事してますね。蛙亭の岩倉の相棒が、うん、あの小芝さんのことが大好きで大好きでしょうがない。それでなんかあの洋食屋の前に、犯人容疑者がいて、みんなが見張りしてんのに、私服のなんか白バイ警官みたいな服があるのよ。それ私服なんですかってみんなが驚くんだけどさ、その格好で小芝さんのためにあの洋食屋のグラタンじゃなくてハンバーグだったかなを買いに行って、なんでお前こんなとこ出てくんだ、容疑者に分かっちゃうじゃないかみたいに怒られるっていうね。あれなかなかおかしかった。いいんです僕はテイクアウトさえすればとか言ってやおかしいな、すごい面白い。じゃあということでなかなか面白いですよ、はい、これは、うん。じゃあ連ドラですが、虎に翼が最終回でおむすびが始まったんですが、虎に翼は横浜火災の所長に就任するってことで、あの笹の屋であのお祝いしてもらってみんなに、でそこに桂葉も来るっていうね。でそこでまた一鎖に桂葉が、今でも私は女性が放送会に勤めたりするのは反対だとか、だから結局この桂葉のモデルになった石坂さんっていう最高裁の長官が、あの日本会議の創生メンバーなんですよ。あー、なるほどね。日本会議の、まあ、前身の会議だってね。だからやっぱりその保守派の代表みたいな人だから、うん、やっぱそういうセリフを言わせてるんだと思うんですよ。なるほどね。それでもう次の日の最後の最終回はもうあの智子慣れ死でした。慣れ死、うん、死んじゃってた。ね、それで、娘？え？誰が出てる？そう、ユミの、うん、娘が写真に向かっていろいろ語ったりしてるの。ユミの娘？いやいや、娘のユミもう全然違うじゃない、それじゃあ。ハワード・コアスカさんの佐田ユミが喋ってるところに、うん、俺もう孫が出てきてるのかと思った喋ってるのに、ここに、うん、まあ幽霊じゃないんだけど、うんうんうん、あのまあ、まあ要するにお母さんに対して、死んだお母さんに対して喋ってるわけです。だからもうあのそういう幽霊的な感じでずっと出てきてました、ね。なるほど、不思議なことやね、 NHK もね。そうで最後だから片岡凛さんも橋の上で、おうおう、あのやっと片岡凛に覚えました。俺は見てないんだよこれだって。橋の上で、うん、あのなんか解雇されちゃってどうしようとかっての電話してるのを、うん、あの佐田由美が聞いちゃって、うん、もあなたは絶対悪くないから、もしよければあの弁護士紹介しますよとかって言ってるとこを、また後ろで智子がうんうんってうなずきながら、娘は何やってんのその頃。娘はだからもうあのなんだっけ、寄生虫の研究もやめちゃって、うんうん、なんか普通に仕事してたんだけど、うん、だから それについてのやり取りはないの、ね、その前の回でちょっとありましたね、うん、あったの、うん、あったのかわいい。好きに生きるっていうことをね、うん、だから自分は選んでますから、全然 あなたの育て方は間違ってませんよみたいなことはやり取りで。なるほどね。で、あのちょっと死んだね、雄三さんとか、うん、あの昔の人たちのシーンがちょっとずつ出てきて終わる、うんうん、なるほどね、うん、まあ定番ですな、はい、うん、これ虎に翼の感想を述べてほしいっていうリクエストをいただいて、これはここで言った方がいいんですか。いや、あなたは主催なんだから自分で決めてくださいよ。あのまあ結構皆さんなんか前半のね、すごくまあ法律勉強し始めるところから、まあ雄三との登場とかその辺はあの面白かった方は多いと思うんですけど、やっぱちょっと引っかかるのはやっぱ後半こういろんな
イベントが多すぎちゃって、うんうん、それが絞りきれてないところが若干物足りなくなるし、うんうん、個人的にはその実際はあの、星、まあ、ここでいう星光一郎席にあの入って名前も変わるんだけど、さだから星にね、この本当だったらモデルの、 あの彼女のモデルになった人の人生はそうなんですけど、ちょっと変えてるじゃないですか、うん、あの事実婚になってる、うん、そういうところがまあ今の NHK らしいなってちょっと感じるけど、うん、うん、どうなんだろうって、どうなんでしょうね、うん、ちょっと思いますね、はい、事実をちょっと変えてまでやるってことはそれなりに意思を持って終わりになってるんだとは思いますけどね、ちょっといろいろもやるとこは後半は特にありました。でおむすびが始まったんですけど、うん、まあちょっとまだわかんないですけど、うん、橋本環奈ちゃんの米田結衣が、うん、まあ、あのお姉ちゃんがもともとヤンキーで、うんうん、この博多のギャル連合を略してハギャレンのリーダーだったんですよね。ハギャレンってすごいよね。それでそのお姉ちゃんがいなくなっちゃったことで、ハギャレンのメンバーがあの米田結衣のところにあのリーダーになってくれっつって説得しに来るっていうそういう流れです。で、あのまあ結衣は結構真面目で、家のねあの農家の仕事を手伝ったりしてるから、ギャルなんて絶対興味なくて来ないでくださいとかって言ってるんですよね。だけどこれギャルになるんだろうか、どっかでなるの、多分なるんだと思うんですよ。なるんだ、うん、ハギャレンのリーダーになるんじゃないですか。なるの、うん、あとあの佐野勇斗くんが坊主頭で出てきたりね、うん、あとあのすごー荒木荒木でいいの知らん、あの須田さんの弟さん ね、うん、弟ね、うん、彼も野球部だからもう坊主頭だしね、うん、あと書道部の先輩の、片見涼介役の松本玲央さんはやっぱりちょっとかっこいいですね、うん、まあまだちょっとわかんないけど、まあ、わかんないよね、ちょっと見続けられるかどうかもわかんないな、うん、そんなに面白そうではない、特にね歴史上の話とかじゃないからないしね、うん、ということで、はい、ちょっと先週ちょっと触れました極悪女王はまだ竹内さんがご覧になってないということで、うん、まだ見ないかもしんないね、面白いよっていうかね、やっぱすごい役者さんが、うんうん、なんかねあの YouTube で細切れで今いっぱい映像が出てんのよ、うん、ネットフリックスが出してんの、うん、あれは見てじゃあ見てよ、なんとなくは見てる、うん、俺ほら女子プロレスまた見てないじゃないですか、だけどあの極悪女王を見るとやっぱりいかにレスラーが大変かっていうのがすごいよく分かる、まあそれはそうだよね、うんうん、こんなことできるんだっていう、よく怪我しないよね、でそれがほら金田さんと剛力さんがやってるから余計ひしひし感じるわけよ、うんうん、まあ感じるよね、うん、うわーみたいなバーンって叩きつけられるじゃないですか、あれで相当痛いと思うだろうね、でなんかあのジャガー横田さんがちょっとネットでなんかコメントされてるのを見ましたが、うん、やっぱりこうこの2人のねあの体の作りと受け身はすごいって、うん、今もし入門希望できたら、うん、あの即採用ですねとかって言ってた、うん、本当に役者魂が炸裂してますよ、うん、で本当のとこどうだったのかはちょっと竹内さんの解説を聞きたいところではありますね、まあ面白いです、うん、成長物語でもあるし見やすい、まあ、なんだっけ全裸監督に続き、まあ、実話物でネットリックスはね、まあ、地面師たちもちょっと若干実話にあの即したとこもありますけど、うん、相変わらずヒットとか、あとこれあれでしょ最後なんでしょ脚本、あ鈴木おさむさん、はいはいはい、あ最後なんだ、最後みたいだね、企画はするのかな、いやー、かな、脚本は最後だっていうみたいだね、うんうん、でもあのね、なんだっけあの監督ん、あの
茂木の監督、大石尾根、尾根さんが5年契約があるか、うん、あかいやいや、なんでここでその話を、地面師だ、地面師って言ってから言わないと分かんないでしょ、まるで合格上の監督が見たいじゃん、ちょっと話題を転じてっていう、ね、だからさ、転じるときは転じてるってことを言わないと分かんない、なんかさも極悪女王の監督が尾根仁みたいだから僕今尾根仁っていうのをためらったんじゃん、うん、白石和也総監督でしたね、うん、これだからどのくらい、あと誰が監督してんの、ね、下はね、誰だったっけ出てこない、うん、だどういう役割なのかなとかちょっと、いやそれは総監督で枠組みと構成作って1話と最後監督して間をだから他の人やるんでしょう、そうなのかな、うん、まあ面白いんでぜひ見てみてください、うん、1話ぐらい、なんか体エリカ見てるとジャッキー佐藤に見えるんだよな、うん、もう俺長与千草にしか見えなくなって、いや長与千草あんまり似てないもんだって多分知らない、ジャッキー佐藤に似てるんだよな、このジャッキー佐藤役の鴨志田さんは、うん、あれに似てる、誰、はるかの相方、はるかか、はるか、はるかの相方、はるなの相方のはるか、ああはいはいはい、似てんの、ちょっと似てない、この写真、いや写真なんかわかんないもんだって、ちょっと似てるよね、いやいやわかんないもん写真なんか、でもはるか全然体痩せてるから全然似てようはないんだろう、うん、表情もちょっと似てる、この方宝塚の方って、ああね、妹はるかちゃんいっぱい出てくるの、出てくる出てくる、うん、やっぱりビューティーピアノまだ結構出てるんだ、出てる、でまあもちろんそのボリュームとしてはね、あのユリアンとかカラッタさん、うん、剛力さんに比べると出てないんですけど、まあもちろんそうだよね、うん、なんかジャガーさんが言ってたのは、ジャッキー佐藤に勝った時の話がなんかちょっと違うんだみたいな話をしてたよね、ちょっとネタバレなんでそこは言いませんけど、うんうん、それはちょっと違う、まあそりゃそうだよな、うん、フィクションだからね基本、これ弟たくまさんがあのなんだっけ、阿部四郎ね、あの阿部四郎は本当はお父さんじゃなくて牧田スポーツさんじゃねえかって、であのネットで言ってる人が、いや俺が言ったんじゃないよ、ネットで言ってる人がいたの、うん、でもお父さんでも全然、俺はほら阿部四郎さん知らないから、知らないもんね、うん、いや阿部四郎って小太りなのよ、うんうん、だから多分お父さんだとやっぱちょっとスマートだからね、なるほど、ただ髪の毛は相当寄せてるけど、うん、赤ペン滝川さんの薄井が、うん、赤ペン滝川さんあのファインフィルムの K 社長に見えてきた、あー似てるかもね、うんうん、似てるよね、そっくりだな、松永三兄弟は僕は顔全然知らないので、うん、この3人がどのぐらい似てるのかよくわかんないけど、うん、まあでもちょっとまあ今話題のドラマなんで竹内さんがいつ見てくれるかなと思って楽しみですそうね、なかなかネットフリックスを見ようって思うまではなんかこうあれだよね、気がやっぱり唐田エリカと剛力彩芽を見よう、唐田エリカと剛力彩芽を見たいでしょ、うん、剛力彩芽はだからアスコマーチの時からね、うん、一応気にかけていて、うん、だけどいい、なかなか彼女にとっていい作品に出ないから、うん、すごい残念だなと思って、うん、なんかやっぱりこうね、あれから何年経ったらまた十何年でしょ、だってでもこれでやっぱりこの2人ともね、でもさもう年がさ、まあしょうがないですか、それはまあね、エントエントタイミングですよ、もったいないよね、でもこれで何か使ってみようっていう人は当然出るでしょ、まあ、出てくるでしょうね、うん、きっとね、うん、それがお前のプロレスかって言ってたけどね、剛力さんが、うん、まあね、なんか剛力彩芽はもったいないことしたなと思うんだよな、本当にな、しょうがないよ、うん、人生そういうもんですよ、いやスコマーチで見た時さ、まあ竹井美はね当然顔は綺麗だし、うん、でもなんかこの子はなんかうまくいきゃいくんじゃねえかなと思ったんだけども、なんか出る作品出る作品全然ねもう一つだったよね、でも事務所もね推してる感はありましたけどね、あね、だからやっぱ作品選び方がもう一つだったと思うんだよな、あのやっぱりこう話題作には出てるのよ、うん、だけどその話題作がなかなかねうまくあれだったよね、ハマんなかったよね、ちょっとね、はい、ということで、本日は今週のドラマについて語ってまいりました、どうもありがとうございました。